元金プリ平野ノシ26、神宮寺ユ太タ25のタッキー事務所スピード遺跡きっかけは嵐松本潤の演出だったタップ。キング・アンドプスの元メンバー、平野ノシ26と神宮寺ユ太タ25が滝沢秀明の事務所、戸部に合流することが7月7日に発表された。 5月22日のジャニーズ事務所の退場からわずか46日のスピード合流。その背景には何があったのか。元金プリの二人と滝沢は、ジャニーズ時代はほとんど接点がなかった。キンプリはジュニア時代から小ジャニー北川氏の、秘族子。一方、滝沢が面倒を見ていたジュニアはシクストーンズをとスノーマンでした。スポーツ紙芸能デスク。 そんな両者が結びつくきっかけとなったのは嵐の松本潤だった。金プリのライブ演出を松本が担当2019年7月から10月にかけて、金プリはデビュー2年目のコンサートツアーを行った。その演出を担ったのが松潤だ。そこには嵐を育てた藤島ジュリー恵子副社長、当時のある狙いがあったと、レコード会社社員が明かす。 この年の1月嵐はグループとしての活動休止を発表していた。そこでジュリーさんはキンプリを嵐のファンの受け皿にしようと考えたのです。末順にキンプリのコンサートの演出をさせ、嵐の色をつけようとしました。 コンサートツアーの模様を記録したキンプリのライブ DVD には松潤が平野に動きを指導する姿やメンバーがライブ映像で松潤の演出部分を振り返る姿が収められている。この DVD でリーダーの岸優太は松潤の演出をこう賞賛していた。 やっぱり間近で先輩の演出を見れるのは何だろう僕たちとしてもすごく勉強になりますし一つ一つの動きだったりその次の動きにつなげたりそのストーリーに沿ったり全てが理屈が通るっていうか何より松本さんもプレイヤーですのでプレイヤーの気持ちを分かってくれるからこそすごい自分たちもやりやすい環境を作ってくださっているのでだがその裏にはこんな話があった A やらが滝沢を信頼するようになったきっかけ、章順の起用を伝えに来たのが滝沢だった。ところがメンバーは、その話を聞いた後で、実は、と切り出した。自分たちでやりたいんです。自信はあります。と、滝沢に直談判したそうです。前でレコード会社社員。 平野らメンバーの思いもよらぬ反発に対して、滝沢は上の立場から解き伏せるわけでもなく、じっくり彼らの話を聞いた。前年にタレントを引退したばかりの滝沢は、彼らの気持ちがよく理解できたのだ。コンサート全体の演出を松潤が手掛ける予定でしたが、それが一部のパートだけとなった。滝沢が会社側とメンバー双方の言い分を踏まえ、大人の判断を下した。 平野らは自分たちにちゃんと向き合い、思いを組んでくれた滝沢を信頼するようになったのです。前でレコード会社社員、ジャニーズ事務所に松潤の演出が一部のパートだけとなった経緯を尋ねたが、回答はなかった。7月12日水12時配信の週刊文春電子版および7月13日木曜日の 週刊文春では平野神宮寺の戸部介入の真相を商法。平野神宮寺と滝沢によるリモート会議、ジャニーズ時代に金プリメンバーが絶望した契約書、部へ次に移籍するアイドルグループやスタッフについて5ページにわたって報じている。週刊文春編集部週刊文春はる2023年7月20日号。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。